マジで字ちっちゃい。確かにちょっと見づらいな。先生字ちっちゃいっす。またこの頃、東京帝国大学教授の美濃部達義が、美濃部達吉っす。ちゃんとやってくださいよ。お前そんな厳しく言わんでいいんじゃん。ちょっとノート忘れたから取りに行ってくるわ。待ってて。おい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 、教育実習生、教育実習生と思ってるだろ今。ちげえよ、先生だよ。立派な先生だよ。生徒はテスト勉強するために授業聞いてんだよ、ちゃんと。文字も間違えるわ、文字も小さいわ。ノートを忘れて、プリント忘れて取りに帰るんだろ。出てけ、この学校から。邪魔くせえ、俺が授業やってろよ。行け、歩け、前。はい、行け。